甘いものです。お願いします。では、一応頑張っていきましょう。行きましょう。はい、トミーです。カンです。いや、どうもどうも、大佐と、トシミスと、ジミガイナと、はい、お願いします。お願いします。お願いします。今日はね、東海オンエアに来ていただいてるわけですよ。はい。超楽しみ。夢ですよね。催眠術って、本当なのか。いや、だから、嘘っぽいってやっぱ思っちゃうと思う。ずっと思ってるから、嘘なら嘘って言うっていう。はい。まあ、催眠術を利用して、遊び心を解放するっていうコンセプトで。コンセプトでね。はい、やっていきたいと思います。はい。で、今回来ていただいてるのが、催眠術師の、無限さんということで、はい。よろしくお願いします。お願いします。あ、もう、ぽい。よろしくお願いします。トミーと虫さんがかかったらガチだなって思います。確かに。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そいつの能力が高ければ高いほど。そうです。だから頭のいい人の方が分かりやすくて潜在能力が分かりやすくて、イメージの仕事妄想系の人大丈夫ですかね。左右にブラ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 、はい、こうやって話してる時にもちゃんと話を聞いてれば聞いてないのがすごくこれに出ます。じゃあ3本で力いっぱいギュッと固めます。ギュッと思いっきり思いっきり思いっきり、これでも固めてギュッと握って握って握って、そうしたらそのまま自分の顔の方に向いてください。じーっと見つめて、じーっと見つめて、いきますよ。一つ二つ、今日何日ですか。はい、はい、指をギュッと、そして離せた話です。はい、指は開きますか。ちょっと固まったと思います。もっと固まった、もっと固まった、どうですか。固まった、おかしい、おかしい、いい加減にして、本当にやばい。はい、私が手を取ると簡単に指開きますよ。一つ二つ三つ、バカ。一回目で解けないし、かかってるし。かかってるし。かかってた。じゃあ俺行ってくるわ。なんか健康診断行くぐらいのテンション。本番挑もう。本番挑もうか。今ね、全体にやった感じだと、この3人だけ動くかとか。お前、ふっけーして。はい、スーッ。結構ぼーっとしてますよね。喉を答えます。喉の筋肉って。そうすると口開くけど、声が出づらいから。はい、スーッと10、8、7、6、全身スーッと、そう今までないから多分不安感ボーッとする状態、気持ちよく見せる。1つ、2つ、3つ、はい、目が現在で1つ、2つ、でも眼鏡がくっついて離れるガチガチするいや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 、僕今ならばない、それならばないだけじゃん。マジで何それ。先生が固まる、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 そうするとね、メガネがね、くっついて離れるんです。あ、そうですか。あははは、めんどいよ、あんた。ただメガネ好き嫌いがあるので、嫌いだと発せるかもしれません。めちゃめちゃ好きじゃん。いや、嫌いだよ。全然嫌いじゃん。パラドックス、絵に描いてある。おい、おかしいだろ。何やってんの。お前がおかしいもん。虫さんよりくっついてるぞ、メガネ。いや、ここはいけんだよね。ここはいけんだ。上下いけんだよね。これはいけんだよね。自分のせいだ、分かってる。なんかのビーム言うと、マジだよ。ここはいけますね。じゃあ、この半身。え、そうすると、持ち上がらないと。あ、もう行かなくなっちゃう。おい、ああ、鼻ついちゃったよ。ついてねえよ。ついちゃったよ。いや、ついてるわけねえだろ、お前。鼻ついちゃったから、ほんとに。ついちゃったじゃん。おぉ、取れ取れ、わかんねえ。何うわ、やばいやばい、バカか、バカか、バカなんか、お前は。バカなんか、バカなんか、おい、おい、バカなんか、バカなんか、おい、カメラ止まったらボッコボコしとるから、ボッコボコしとるから、カメラ止まったら。うわ、きつい。きつい。トミーはめっちゃきつかった。いや、めっちゃきつかったよ、俺。地図のやつじゃん。誰かでバカなんだよな、こいつ。バカがいるんだ、一人。やば、マジ。お前バカなんだよ、こいつ。負けねえから出せって。
これはもう主に立ってるだけなんですけど、思いっきり深く一回じゃないといけないんですよ。目が覚めるとあなたの名前もういらない。そう、あなたの名前って何だっけ。カタカナ、漢字、あーどうでもいいや。そしてあなたは新しい名前が生まれます。ウルトラギガモンスター。そう、あなたの名前はウルトラギガモンスター。3つ数えると、誰かに名前をウルトラギガモンスターって呼ばれないと返事できないよ。だってあなたの名前はウルトラなんだ。1つ、2つ、3つ、おはよう。なんだウルトラギガモンスター飯食う？ちょっと待って。え、ウルトラギガモンスター？それは変な言葉っていうのは分かるよ。変な言葉っていうのはすごい分かるよ。これ、ウルトラギガモンスターから待って。はい、どうも、水溜り問題です。お願いします。ね、毎日頑張っていきましょう。はい、トミーです。ウルトラギガモンスターちょっとはい、ということで汗がすごいですけど、僕だけなぜかでもこれやらないとわかんない。うん、はい、遊び心を解放せよというテーマで、はい、動画を作ってみました。うんうん、皆さん、速度制限がかかって動画を見ることを我慢していることはありませんか？うん、みんなが思う存分楽しめる、はい、そんな願いを叶えてくれるのがソフトバンクさんのウルトラギガモンスターです。うん、このプランなら、これまでの我慢を、解放してくれます。はい、なんとウルトラギガモンスターは 50GB の大容量プラン。うん、動画なら1日7時間、はい、で1ヶ月にすると220時間も見れるらしいです。うん、すごい、すごいよねこれは。うん、いつでもどこでも動画見放題ということで、はい、ぜひ入ってみてください。はい、5GB の標準プランになんとワンコインの500円追加するだけで10倍の 50GB が使えちゃいます。はい、さらに今なら、学割実施中です。学生さんはもっとお得にご利用いただけます。はい、うん、ソフトバンクは YouTube や YouTuber を大好きなみんなに思いっきりスマホで動画を楽しんでほしいと思っております。だから大容量プランにこだわってウルトラギガモンスターを提供しているんです。みんなもウルトラギガモンスターでどんどん遊び心を解放しましょう。はい、ということで、今回ね、出ていただいた東海オンエアのチャンネルも下に貼っておきますので、はい、チェックしてみてください。はい、ということで、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。